月刊花田編集長の浜田です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは河合克行さん、はい。前にも一度おいでいただきましたけれど、自民党総裁外交補佐衆議院、はい、広島3区からですね、はい、もう7期生でまもなく大臣にならないんじゃないかなという、まあ外交通といいますか、ご専門なので、今日は韓国の問題とかですね、いろいろお伺いしたいと思っています、はい、よろしくお願いします、はいはい、どうもよろしくお願いします。新井さんの、ブログはアライグマって言うんですけど、アライグマってのはそのなんですか、自称なんですか、誰かに言われたんですか。まあ、誰かに言われたこともありますし、自称もありますし、言われてみるとちょっと似てますだからずっと選挙の時とか、はい、地元の政治活動で、冊子とか名刺に全部アライグマの可愛らしい、あ、そうなんですか、シンボルマーク入りで、あ、そうですか、だから、まあ、一番最初は、政治をきれいにするというか、あ、なるほど、ね、洗うという、まあ、そういったことだったんですけど、まあ、でも最近アライグマ特定外来動物で北米大陸からやってきて、どんどん日本の固有のものをですね、この前なんか国宝の仏像を噛んだりとかですね、結構繁華街で夜出没して悪さをしてますね。まあ、一見見たら可愛らしいんですけど、はい、実は凶暴なんですね。噛んだら凶暴だという、はい、まあ、私もそうかもしれませんけど、よろしくお願いします。あと河合さんの奥様のですね、アンリさんにもですね、月刊花田ではいろいろとお世話になっております。政治家の妻に聞くっていうんでですね、はい、非常にこれがまたアンリさんがよく、まあ、なんていうかな、下調べとかですね、なって面白いですよね。大変勉強になるって言ってます。はい、1回目が橋本、はい、夫人、2回目が高村さんの奥様で、その奥様がまたすごく、アンリさんも素敵だけど、二人の奥さんもすごく素敵でですね、ちょっとうちの今呼び物になってるんですよ。ありがとうございます。ご夫婦でご登場いただいて、お世話になります。ありがとうございます。いや、本当に貴重な機会いただいて、はい、本題です。河野さんとですね、カン・ギョンファさんの会談で、まあまたですね、低空飛行でですね、だみたいなことを言われてね、なんとなくレーダー照射から始まって、レーダー照射もですね、あれ日本がどこにも火がないのに、交渉打ち切りだとか言うとですね、なんかその向こうが図に乗って、なんかその日本がなんかそのマイナスがあるからですね、やめたんじゃないかとかですね、いろいろ憶測したりですね、まあ、やられてるんですけどね、これについては解散どうご覧になりますかね。はい、菅官房長官、はい、もういつも大変冷静で沈着な、そうですよね、方がですね、会見でどんなに意地悪な質問を受けてもいつも冷静に答えている、ね、方が、事実は一つしかないと、もう私はもうこの言葉に尽きると思います。事実は一つしかないんです、真実は一つしかないんですね。だからそれを日本としては客観的かつ正確に世界に向かって、もちろんその前に日本国民に対して、そして国の内外に発信していくしかないと私はそう考えてます。それでまあ、いろいろと聞いてみますと、はい、韓国の軍部の中にも、やはり日本と韓国との防衛協力の重要性、あるわけですからね、それから日米韓この三国連携の重要性、米韓同盟の重要性、日米同盟の重要性、これをもう数十年間やってきたわけですから、まあ、そういう正しい認識持ってる軍人さんっていうのは結構いるわけですよ。まあ、当然いるでしょうね。当然いるんですよ。はい、いるんですけど、じゃあ編集長今疑問に思われた通り、じゃあなんで表に出てくるとそういったことじゃなくて、事実をねじ曲げる嘘の発表ばかりするのかということですよね。だからおそらく、まあ、これは想像ですけど、はい、やはりどこかのレベルで、そういった真っ当なことを考えてる、韓国の軍人さんの意見ではないものを取り入れようとしてる、ところがあるんでしょうね。で、まだ今ムン・ジェイン政権は発足して2年弱ということで、まだ折り返し地点に行ってません。支持率はまあ下がってますよね。しかし、下がってきたとは言っても、まあ、まだ、そこそこありますね。ですから本当にやはりこれから、私はやっぱり
まあ、時間稼ぎというか、そういう狙いもあるんじゃないかと思うんですね。時間稼ぎ、一つは短期的に言えばですね、短期的に言えば 3.1 ですよ、はいはい、そうですね、で今回私年初早々から、はい、アメリカに総理にご指示いただいて行ってきました、はい、それで向こうのさまざまな専門家の話を聞いて、複数の人から 3.1 独立運動100周年なんです、はい、これに要注意だと、警戒をするということを向こうでも聞いてます。それアメリカ側でもそういう認識ですか？そういう認識持ってます。そうなんですか、ただね、私が少しその認識は違うなと思ったのは、はい、人によっては、まあ、3.1 まではムン・ジェインさんもかなり、日本に対して強硬な姿勢を示さなきゃいけないと、で 3.1 済んだらやわらいでくるんじゃないかという人いたんですけど、私はこのまた後でお話しますけど、これは構造的な問題だと思ってますので、そういうそのイベントと私は直接は関係ないと思います。ただ本当に 3.1 というのが、例えばひょっとしてですよ、韓国のその式典にかなり大規模な式典やると思います、そこに金正恩委員長を呼ぶとか、なるほど、ね、あるいは金正恩氏が無理としても、妹さんの金与正、氏、彼女を呼んでいく、なるほど、ね、もうそれはもう本当に同胞意識、民族意識を高める行為ですよね。でその統領で韓国も、最高位の高官を、北朝鮮が主催する 3.1 に送り込むかもしれないと。ですから私はこの 3.1 に向かって、多くの日本人、駐在員、そしてそのご家族、また観光客たくさん行ってます、日本企業も活発に活動してます、本当に不測の事態が韓国内で起きないようにしていただきたいと、強くそう考えますね。だからそういう 3.1 というそのもう極めてすぐにあるところもありましょうし、来年はアメリカの大統領選挙、でその次が今度また韓国の大統領選挙が近づいてきますので、今年がムン・ジェイン大統領にとってはじっくり仕事ができる機会なんですよ。だからひょっとしたら韓国にとって、今年は韓国の外交にとって分水嶺になる、そういう1年になるかもしれないと思ってます。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円、または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。
花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。